パパ2人の子供1人。はい、ということで、はい、自己紹介お願いします。健身塾のマリナです。はい、マルム選手、最近ね、料理にハマってるということで。そうですね、 SNS では騒がしてますね。なんか美味しそうなやつ作ってましたね。何ですか。いろいろ作って、お菓子なんだけど、なんかね、すごくいいなってのが最近あったんだよ。シフォンケーキ。シフォンケーキじゃないな、なんか3日ぐらい前に。3日ぐらい前に。何ですか。ちょっと調べてきます、はい、調べてから調べてください。パンパンパン、ナイスツッコミ。あ、クリームチーズのアンパン。ああ、それだ、それ今日は。もちろん、いや、ねえわ、お前に持ってきてねえわ。はい、期待してました。ということで、今回ね、初の後楽園、はい、しかも対戦相手のあゆみ選手はなんとお父さんより年上。1個上。1個上。 え、 え、僕より1個上です。俺とダメだ。いや、だから同じです。3個です。はい、だからすごい、すごい対決ですね。はい、あゆみ選手も気持ち強いし。確かに。はい、ね、パンチ強いんで。確かに。ということで、はい、ガンダンくらいにどういけるかだと思いますが、あ、それ前も言ったね、あの予想、試合予想で。そうだね、マリナ選手、試合予想って言ってました。あ、見ましたよ、見ました。よかったよかった。見てないかもしれない。見ました。結構前やったね。まあね、はい、前もって、はい、やりました。いや、見た見た詐欺なんで、はい、ということで。あれは、相手の印象は、相手の印象は、うん、今来ましたね。あ、本当だ。ちょっと言いづらいと思いますね。もう戦いは始まってます、ね、はい、相手。まあまあ今近くにいるんでね、とりあえずやめろ、そういうこと言うな。自分 の、 あの練習してきたことを出すだけなので、はい、大丈夫です。大丈夫です、はいはい、ちなみにパパのことは好きですか。はい、おー、ベストアンサー。じゃあ意気込みと見てる人にメッセージお願いします。はい、初めて後楽園に立たせていただけるので、楽しんで勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、お父さんと違ってキレキレですね、コメントも。ということで、はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ツーザップです。力のこもったポーズで、はい。デンジャーからのアイミーです。危険ですよ。はい、危険な拳です。デンジャーだけに。デンジャーだけに。はい、はい、今日の対戦相手は。マリナ選手。はい、そうです。はい、若いですね。若いです。どうですか。いや、なんかそういう、なんかマリナ選手と戦うっていうのもあるんですけど、今私一番本当に敵だと思ってるの、自分自身の心で。やっぱり途中で、あ、もうなんか負け、なんだろう、諦める心とか、いろいろ負けない心、そう、信じにくい心、そう、それが一番大事ですから、ね、自分に勝つっていうのを今日は本当にそれを目標に本当に戦おう。今日後楽園だしね。そうです、はい、こんな機会、なんだろう、機会を与えてくれた会場の、あ、とにかく本当自分の精神力、自分の心に勝つ、それを思って戦います。今回初の後楽園ですよね。そうです、初めてです。それで、まあ前回ちょっと僕、あゆみ選手ガンガン行くイメージだったんですけど、全然できなくて、前回の試合ちょっとどうしちゃったのかなっていう。そうです、だからもう後悔だらけで、もう本当に帰り泣きながら帰って。なるほど、はい、もうあれはもう自分の心にも負け負け、もう途中で諦めて、今回は本当にもう諦めないで最後まで戦い抜く、もう前へ前へ出る、そういう気持ちでいきます。気持ちが入れそうな感じですね。じゃあ最後に見てる方にメッセージお願いします。今回は本当に本当に頑張ります。見ててください。はい、ということでレンジャージムのあゆみ選手でした。ありがとうございます。続いて第2試合、両選手優勝。
本日も第2試合ミエルバ平均賞女子47キログラム級2分3ラウンドの一戦です。まずは赤コーナー、ここで3戦1勝1敗1分けレンジャーズ所属アリマリーナOkay!
勝者、青コーナーマリナ。練習の判定結果をお知らせいたします。
は桜井三角対28マリナ、同じく総白龍三角対29マリナ、同じく宮川三角対28マリナ、以上3対0でいきまして青コーナーマリナ選手の判定がございます。勝ちましたマリナ選手には新日本帝国新協会より記念のメダルを贈られます。見事判定勝利、うん、2勝目、はい、いやーやっぱあの距離感うまいですね、攻めたり引いたりの距離感うまいし、パンチも効かせてて、ね、あわよくばダウンとか、そうですね、ちょっとですけどね、ちょっとね僕ね思ったのはパンチの打ち合いだと歩夢選手やっぱ、ね、結構ダウン取ったりするんできついかなと思ったらパンチの打ち合いでも勝ってましたね。ね、うん、まあ、首相撲もそうだし、ただねちょっと後半、ね、少しバテちゃったかなと思って、あゆみ選手の方が気迫がすごかったか、ね、サーブの気迫どうなるかなと思ったけど、まあ、やっぱあゆみ選手はやっぱ気持ち強かったですね。最後またハイを当ててね、うん、あれはねそうですね、めっちゃくちゃ引っ張ってね、見せ場を作ってほしたからね、はい、まだ16歳だよ、ね、やっぱね、あとすごかったのはあの本人よりジムの会長が喜んでたって。酒飲んでるっすよ。飲んでる。もう試合終わった途端に飲んで、だみんながただ飲まされてるんです。あのしかも仕事中にあのマリンが超かっこいいって言ったら誰かが言ってなかった。そう。よく来ました。ね、一緒に来て。あれね、本当になんか変な。そう。ああいうのかなと思ったんですよ。あ、聞こえちゃうんだ。ちょっとごめんなさい。聞こえてない。ごめんなさい。この位置で酒臭い。まあでもしょうがないです、みんなコーラゲンで多分皆さんがお酒持ってきておめでとうってやってたと思うんですよ、だからそれしょうがないと思います。はい、そんなマリナ選手おめでとう、スーダップ T シャツありがとうございます。これ着て高校行ってください、はい、あのそこにゴミ箱あるからね、とっとと捨てちゃってこれ着てあの得意な料理にまた売るんですね。はい、ということで見事コーラゲンでね、はい、勝利しました。マリナ選手一言お願いします。はい、聖地のコーラゲンでいいから、ラックその人、お酒臭いラック、勝って泣いちゃダメだよ、勝って泣いちゃダメ、その人お酒臭いからな、そう近づいちゃうよ、はい、見てる人いるから勝つことができて嬉しいです。まだまだ課題の試合だったので、もっと強くなれるように頑張ります。お願いします。はい、ということで、はい、お父さんもね感動してますけど、はい、見事勝利しました、マリナ選手おめでとうございます。